欲とは何かを欲しいと思う心。欲望、欲求などとも言う。人間、動物がそれを満たすために何らかの行動、手段を取りたいと思わせ、それが満たされた時には会を感じる感覚のことである。生理的なレベルのものから、社会的、相手的な、高次なものまで含まれる。心の働きや行動を決定する際に重要な役割を持つと考えられている。 仏教などで言う、欲は、概ね生理的なレベルのものを指しており、精神にとって心を良くしていくもの、愛情を育てるもの、抑制するべきものとして説かれている。マズローの提唱する欲求の階層をピラミッドで表現し原始的欲求に近づくほど、底辺に書いた図。アブラハム・マズローは、欲求階層論を唱えた。これは、人間は、ある欲求が満たされると、 より工事の欲求を満たそうとするとするものである。人間の欲求は、生理的欲求、安全への欲求、社会的欲求、自我欲求、自己実現欲求の低次元から高次元までの5つの階層をなしているとし、低次元の欲求が満たされて、初めて高次元の欲求へと移行するとした。また、生理的欲求や安全への欲求を欠乏欲求と呼び、 自己実現を求める欲求は成長欲求と呼んだ。欲求を定時なものとより高時なものに分類した。いずれにせよ欲求が満たされると脳内で報酬系が活動し、会の感覚を感じる。不快を感じさせないようにする。生物が生命を維持し子孫を残すために必要な欲求である。外界からの刺激や体内の状態に直接結びついた。 短期的な欲求である。主に身体内部の情報に基づいた欲求主に、体の外部からの情報に基づいた欲求困難な状況になると、宗教に関わらず祈りや念仏等を唱えてしまう、行為等、対象がはっきりしていなくても、助けを求め、すがりたくなる感情を、生存への欲の一部として捉え、その中で、最も認知されず、研究されてもいない欲として、 祈り欲という単語を提唱する人もいる。人は群居性の動物であり、また高度な思考力を持つために、社会的に認められたい、知識を満足させたい、他者を満足させたい、というより、高次な欲求がある。また、欲求の内容は、後天的に身につくものであり、社会や文化の影響が大きいという特徴が見られる。マレーの質問試験さ臨床心理検査、 面接調査を行った調査によれば、以下のような欲求が多くの人間に認められる。知識、名誉、地位等を得ることによる満足感や他者から認知されたいといった欲求、ストレス発散行為を発する動き、より美味しいもの、より良いものを求める動き、見え所有欲等がある。子もの養育は生殖欲求の一種でもあるが、人の場合は思いやりのある子に育ってほしいなど。 高次な欲求にも基づいている。ただし、人間の欲求は、非常に複雑な相互作用が起こるために単純に、上記の欲求に行動を還元することはできない。生理的な欲求が満たされれば、高次な欲求の方が、行動や心の動きを決める上で重要となってくると、考えられる。発生した欲求を解消するために起こす行動は、下記のように分類することができる。 欲求と適応規制葛藤障壁科学的根拠については十分とは言えないものの、欲求を脳科学の検知から解明する研究も進められていて、低時な欲求ほど、主に大脳変異系などの急皮質の影響を受け、高時な欲求ほど、主に前頭連合野などの新皮質の影響を受けやすいとされている。主な欲求を分類すると以下のようになる。 生理的欲求安全安心の欲求愛情や、所属の欲求人から認められたいといった欲求理想とする自分になりたいという自己実現の欲求これらの多様な欲求を段階的、平行的に過不足なく満たしていくことが、心身の健康を維持する上では大切である。こういった欲求レベルには、個人差がありその基本的な欲求が強いほど、 それに相応した理性的能力も発達しやすい傾向があり、また向上心や進歩の原動力となり得るものでもある。定時の欲求をコントロールしたりする理性に関わる前頭連合屋は、最初は空っぽのハードウェアのようなものであり、しつけ、社会のルール、教育などの後天的な学習作用によって、脳神経細胞のネットワークを形成し理性的、コントロール能力をつけていく。 また、より低次元な欲求がうまく満たされずに過剰な欲求不満状態となった場合に、全頭連合やにおける理性的コントロール能力を超えてしまい、神経症や犯罪、いじめ等の問題行動を引き起こしやすい状態となることも知られている。社会的には、過剰な欲は犯罪の要因となることから制度を設けて制限を加えているが、 経済活動の需要を喚起する必要から、適度な欲を必要としている。ビクたちよ、この船から水を汲み出せ。何時が水を汲み出したならば、船足かろやかに進むであろう。このように貪欲と真意とを断ったならば、何時は涅槃に達するだろう。パーリブッテン、ダンマパダ、369、スリランカトリピタカプロジェクト海水は、飲めば飲むほど喉が渇く。 パーリ語において欲を意味する言葉には複数存在する。仏教では目、耳、美、絶、美、意の六根から欲を生ずるとする。また三回と言い,い、このような様々な欲へ執着しているものが住む世界として欲界があり、現実世界の人間や天部の一部の神々などがこの欲界に含まれる存在であるとする。仏教では欲そのものは人間に、 本能的に備わっているものとして、諸悪の根源とは捉えないが、無欲を善として推奨し、修行や諸活動を通じて無欲に近づくことを求めており、自制ではなく、欲からの解放を求めている。原始仏教では、出家者は小欲知足と言い,い、わずかなもので満足することを基本とした。南方に伝わった神座部仏教は、この小欲知足を基本とする。なお、 有意識仏教では、欲は別境で、その働きに善、悪、無きという三つの性を求めるとする。善欲は正直にして仏道を求める心であり、悪欲はドンとして根本的に備わっている煩悩の一つとする。しかし、大乗仏教の思想が発展すると、人間が自我という欲に対し、如来が仏性を得るというという体欲を持つことが、 重要視されるようになり、煩悩や欲があるからこそ、菩提も生まれるという、煩悩即菩提という考えが形成された。従って、大乗仏教の中には、発想のものを全否定せず、一部肯定する考えもある。小欲知足、我れただだたることを知る小欲の人無休無欲即無孤の、勘。有小欲者足有ね判。ゼメー小欲弱欲脱,欲脱色能。等間知足。 知足の法則是不落安因の書。消欲の人は、求むることなく、良くなければ、すなわちこの憂いなし。消欲あるものは、すなわち涅槃あり、これを消欲と名付く。もし諸々の苦悩を脱線と欲すれば、まさに知足を見つべし。知足の法は、すなわちこれ、不落安論のところなり。大正新宗大造教、涅槃部、ふっつい発涅槃略説教会行消欲は、 パーリ語で、ニーズが少ないとの意であり、転じて必要十分な量であることを指す。知足は、パーリ語で、喜んでいるとの意であり、転じて満足から得られた喜びを指す。ありがとうございます。